えー、こういう要望があったので書いてみますまず要望はシングルベッド 1000×2000×400 ナイトテーブル 450×450×500 というものをパースで表現しなさいという形ですねごめんなさいこちらはですね前回ちょっと説明した、えー、箱が書いてあるんですけどもこれは無視してください今度ナイトテーブルをここのスペースにちょっと書いてみようと思いますではまず えー、ナイトテーブルとシングルベッドを描く場合、まあ、この他にも試験で求められた場合にはたくさんの家具を描くことになるんですがまずは床の面積を描いてしまいますではまずナイトテーブルがが手前にに来てて、えー、シングルルベッドが奥に来るという形でで表現してみますでは、えー、ますはずナイトテーブルの 450×450 450を取るんですけどもこれは高さになりますね では今回ここに書こうと思うんですが、これ四百五十とかどうやって測るかと言いますと、もう目分量になってきます。わざわざなので定規で測って、いちいち半分がここだからという形でやらなくて大丈夫です。今グリッドが九百なので四百五十はちょうど半分だなという認識でオーケーです。でここからここの半分だいたいこれ取ります。 皆さんかなり、あのー、神経質にやりがちですがこの辺は割と目分で大丈夫です。今これ450で取れました。でこちらもまあ半分で取ってもいいんですけども今この点を取った場所ここと VP を合わせるとこのような感じになります。そして奥行き今正面から見てるものに、えー、正面から見ているんですけども。 奥に行く奥行きに関しては全てこの VP というところに定規を当てます点を取ったら定規を VP に当ててで今ここでしたねでここからの450というのはとりあえずじゃあこう仮に取っておきましょうそして今度450がどこかっていうのはまあ半分ぐらいなんですけどもこの壁を基本的に利用するんですねこの左右の壁 そして今、えー、奥行きが450、まあ、ここからここの中間大体この辺ですねこれも大体で OK ですそしてここから水平線ですね水平線を取っていきますでこの取り方というのは定規にグリッドが入っていると思うのでこのグリッドと元から引かれている線を大体でいで 平行だなというところで引きますで今ここがナイトテーブルのくるいわゆる面積になりますここですねちょっと一回引いておきますこれで現時点で 450×450 450が取れた形になりますそしてまだ高さは立ち上げません先に シングルベッドの 1000×2000 の方も取っていきましょうそれではここがまず900になるのはわかりますね平面が 900×900 900だからですねそれでこれ900なので次1000というのも目分量で言うとまあ大体この辺かなというしつこいようですが大体ですねで2000というのはここから こっち方向に2 0 0取るんですけどもこれが900900 900で1800で2,000といったらまあたいこの辺で取りますまず分かっているところを書くとここからここですねそしてここからここを取ったあとはしつこいようですがベッドのこの奥に行く部分は全て VP に行くのでこういう形で取ります 今からさっきの点ですよねはい、こういう形そしてここからここも今は二線になっている状態になりますはいわかりますかこれがベッドが来る面積になりますそれでは次に高さを表現していくんですが手前のものから立ち上げていきます 理由はかかりますか、えー、先にベッドを立ち上げてしまうと次ナイトテーブル描く時にもうこの辺がごちゃごちちゃゃしてししままうのので先にに手前にあるももから立ち上げますもし仮にこの辺に観葉植物なんかを平面図で描いているのであれば先に観葉植物を描いてからこれを立ち上げていくという形になるのでまああまり変なところにですね観葉植物であったりとかを置いてしまうと。 後々書きにくくなってしまうので、平面図でも多少の工夫が必要だと思います。では、次高さを取っていくんですけども。高さに関してはこっからですね。垂直の線になります。先ほど横の線は水平で取ったんですけども、垂直でこれらのすでに入っている縦の線が垂直になっているので。いわゆるこれと同じ平行線を取ってあげる形になります。 そしてこちらもですね、高さがどの辺にどの辺が、えー、500なのかっていうところなんですけどもまずここからここが900というのがわかりますねちょっと一旦書いていきましょう900なんですねでここからここも900なんですねこれも900パースは結構難しいんですけども、えー、なのでとりあえず見ると、まあ、ここか この辺が450ですよね半分なので450にしときましょう。で今回500なのでそれよりも少し上この辺から VP に向かうところ今引いたこの線はですね全て高さが 500mm という形になっています。 500ミリではナイトテーブルは今ここにくっついている状態なのでこの壁からここまで立ち上げると5 0 0ミリという形になります。とにかくはまず分かるところから線を作っていくってことが重要ですね。うん、そうして次はですね例えばここの高さを立ち上げたいんですけども5 0 0ミリの高さが今 わからないんですすねこの状態ですとでとそのためにはどうするかと言いますと先ほど導き出したここの壁際これが 500mm な,、ね、500なのでここのこ,ここの線上にあるものは全て高さがここが 500mm になるんですけどもちょっと一旦引っ張 一旦個線引きますね。はい、先ほど取った 500mm からちょっと仮に長めの線を引いてみます。今薄くこれ引いたんですけどもこれはここの場所にあるものすべて高さがここが 500mm になるんですね。 接地面がここにあるものはすべての高さがここが500ミリという表現になるんですね。ここに何かがあった場合は高さがここが500という形になります。では、えー、先ほどのこの床の場所から垂直線を立ち上げます。今三角定規できちんと取っていますが、直定規でできる方は、 目分でやられても構いませんはい、はい、これで片方の面ができましたねそしたら次はですね先ほどのここから立ち上げたここの部分だけ見える形になるので この部分だけ線を引きます。とりあえずわかりやすいように一旦ちょっと引きますね。ここ点線で表記して、はい。今ここ中身を点線で表記しましたが、本場、えー、試験では書かないでください。ここはもう消しゴムで消す形ですね。そしてここからここわかりますかね。ここから五百立ち上げましたね。 ここは最初に取っていた450の距離ですねなのでここからここは450になりますそしてここからここも450でしたよね当然ここも450ですで次にですね ここから450をどう取るのかっていうところなんですけども一旦はここの角からとりあえず奥行きは全てて VP に当てます。最初薄めにちょっと長めに線を引いておきましょう。はいもうこんだけ引けば例えば今ここからここはもう取れているのでここから垂直線を立ち上げるか。 ここも取れているのでここから水平線を引くかどちらでも450が取れますじゃあ今回はこの450ここ450分かってますね450取れている場所から立ち上げます高さはいこれで取れましたそして今交点がここなので 先ほどの450取った場所と繋いであげるはい、はい、基本的にはこういう、えー、真四角まあ高さは500ですけども箱を書いてあげればナイトテーブルはできますねそして次にシングルベッドに移っていくんですが 下がこれベッドのフレームという形で上がちょっとま丸みをつけたりするとベッドっぽくなります。